春は新しい、華やかでワクワクするような。リコちゃん進んでる？ううん、春のスクールアイドル楽曲コンテストの締め切りもうちょっとなのにね。やっぱり卵のことが気になっちゃって。リコちゃんもシカちゃんもだったんだ。気になって作業も手につかないし、私たちも卵の様子を見てみよっか。温度は 37.4 度、湿度は 65%。 温度は 37.4 度、湿度は 65%。 温度と湿度はずっと大丈夫。水滴もついてない。やっぱり動かない。全然。日数的にもう孵化も近いのよね。本当は前みたいに卵が動いてもいい頃なんだ。イオちゃんたちが水滴に気づけなかったって言ってたけど、ずっとついていたわけではないと思うし問題ないはずなんだけど。どうしちゃったのかな。孵化直前だから卵を動かせないし、元気かどうかだけでもわかるといいな。きっと大丈夫よ。ちょっと恥ずかしがり屋さんなのかも。マルたちが何かしてあげれたらいいんだけど。なら、せめて気持ちだけでも伝えよう。伝えるってどうするの？卵の時に話しかけるとよく懐いてくれるって本に書いてあったし、元気に生まれてって気持ちを送るんだよ。そうね、そうしたら出てきてくれるかも。生まれてきてルビーちゃん、マルたちもやってみようか。そうだよね。できることをして前に進まなくちゃ。ルビーちゃん、花丸ちゃん、ルビー、もう一回飼育員さんと話してくる。